前回、ノエルに同情した私ですが、考えを改めました。誰であれ、代行者はみんなあれなんですな。何？ストレスたまるの？シエルんとこ。今回のエンドは、シスターノエルの独断です。彼女、一人になるとバランス取れなくなるので。私もこうならないよう注意していたのですが、諸事情あって目を離してしまったので。ふーん、諸事情ってどんな？ええ、シスターノエルの密告を聞いた司祭代行が代行者シエルを召集してしまった。 B、単独で下水道に向かった代行者シエルはロアの状態を知り、塔の邸に捜索に向かったのどちらかですね。A の方は午後に召集の知らせが届いたので、それを無視できるような状態であればよかった。 B の方は言わずもがなです。塔野くんの遠慮が悪い結果を招いてしまった。なのでこの日は積極的に行動しましょう。何があっても作動室です。なるほど、シエルという重しがノエルにはいい安全弁だったわけか。それはそれとして、 B の場合でもシエルなら作動室に戻ってこられるよね。にゃんであんなスーパー拷問タイムを感化しちまったわけ？それは塔の邸に単独で潜入したら。したら？今回の塔野くんの状態よりひどい目に遭ってしまっていたからとかどうです？やめろよ、目が笑ってにゃいよ。どんだけヤバいんだよあの屋敷。